学校の近くにボクシングジムがあったもんで、そこに通って、その中でやってる中で手を2回骨折したもんで、もうちょっとリタイアしました。自分が45の時独立してやりましたね。それから足掛け30年です。宮川いう選手がおるんですよ。この子はかなり逸材ですね。全日本新人を取れるように、まあ、何が何でも勝てればと思っております。いろんなこと出会うから楽しいです。だから20人おったら20人みんないろんな方おられますから。